大木久保博正に勝てる日本人はいますか？いないんじゃない？いやだって朝倉選手負けてるじゃないですか。はい、井上直樹も負けてるでしょ。だって、はあ、だからいないと思いますよね。日本人で大木久保さんに勝てる選手は。はい、いやだから堀口さんは別だっつってんじゃん。バカだなお前。質問来てた。大木久保博正に勝てる日本人はいますか？結論、いないんじゃないですかね。いやだから堀口さんは別だっつってんじゃん。バカだなお前。他にも聞きたいことあったらコメント欄で教えて。青木氏には何で違ってる。